よっしゃー、せーの、ドン。はい、もうちょっと前に、前というか、かじる。そうですね、いきます、Thank you.
はい。減量がスタートしてから1ヶ月、前回、この、バージョンでお送りしてから何週間経つんだろう、3週間ぐらいですか、3週間、2週かな、管理栄養士の、岡田先生に入っていただいて2週間、経過しました。体重は、スタート時から6キロ、1ヶ月で6キロ、順調に落ちまして、やっぱし炭水化物、今まで真逆ですね、カーブをカットする糖質カットから逆に糖質をこんなに取っていいんですかっていうぐらい、ご飯を1日1キロ近く食べてるんですが、血糖値がもともと高い血糖値が上がったかって言ったらそんなことなくて、なんかそんな極端に上がらずにこう一定してます。で、何が変わったかっていう と、筋肉の張り方とか肌のツヤとかが全然違います。以前はやっぱカーブをカットして減量入っていくとこう確かに絞れてくるんですけど、一方でそのなんか焼きすぎたシシャモみたいな感じでげっそり、チャンプはゲッソンリットっていう感じでね、小川先生はちょっとこの辺りにワイプで入れるんじゃないかなと思いますけど、もう今は全然そういうそのしぼみ感がなくて、なんかいつもねこのカメラとかで撮るとなんか実際のこのなんかなんていうのサイズ感っていうんですか、なんか全然出なくて、いわゆるカメラが好きじゃないんですけど、まあ、でも逆に言うとねあるままにしか映らないんで、でねやっぱりあの今日は胸のトレーニングだったんですけど、あのミスター日本同い年でミスター日本3度3連覇含む4回優勝して未だ現役のトップビルダーでもう考えられない、ちょっと規格外のおじさんがいるんですけど、合同工事選手というね、もうボディービルダーのビルの世界のラスボスっていう感じですけどね、合同さんもその胸郭出口やっぱり筋肉が持ってきた時にこのいわゆるこの中をこういう胸筋があって肩があって この中の方を通ってる神経をこう圧迫するんですね。で僕も合同さんと一緒で高校何日かちょっと寝てる間に普通にちゃんとした姿勢で寝てるのに右手が異常に痺れるとかですね、新幹線乗ってても普通にこう座ってるのに右手だけが痺れるっていうので、あ、
よくなるんですよ。あの昔あの何あのトップサイドデッドリフトっていうね、あの後藤さんよくやってますけど、トップサイドだけでこうあのこの上でこうこうこう引くやつ、あれ360キロぐらい引いてたことあるんですけど、あれやった時はもう敵面でした。胸郭出口もう痺れて感覚ない、夜眠れない、あ肩をどこに置いても痛しびれる感じでね。でそれもまああの PCB の栗田トレーナーが、栗田トレーナーのすごいところはなぜその痛みが起こるのかっていう、その痛みの原因のところにアプローチしていくんですね。で科学的にこれはこれでこうでこういうポジションになってるから、市販この動きをした時にここが圧迫されますよねと、これが原因です、だからこれをリリースするためにはアライメントを調整しましょうって、調整するとスッと痛みが消える。注射も打たない、湿布も貼らない、飲み薬も飲まない、体のポジションを正しくすると、正しいポジションにアライメントを調整すると痛みが消えるというので、ちょっとこの胸郭出口はまたトレーニングがハードになると必ず出てくるというので、今日何が起こるかというと、しびれるだけじゃなくて、その右だけ、僕の場合は右なんですけど、右だけ全く力が入らなくなるんですよ。だから今までこういう風に上がってたのが急にこうなっちゃうんですよ。あれでトレーニングって右と左が完全に分離してるとこう力が入れにくいんですね、左右のバランスが。でそれが例えばダンベルを持つのと2個別々の、これが1本のバーベルにつながるとグッと力が入る、いわゆるその 連動パワーっていうんですけどね。でこの胸郭出口で左右のバランスの力のバランスが狂うと、連動のパワーが出せないので、あのもう全然その重いものを持ち上げれなくなっちゃうんですね。今日はだから本当はもうちょっと重いのでトレーニングできたんですけど、いつもなら今日は案の定しびれでも完全に右だけなんか力が全く入ってないような感覚で、でもまあそういう時にはどういうトレーニングをしたらいいかっていうのも僕ら経験で分かってるので、今日はそこをカバーして、マニュアル職人の、内藤先輩の素晴らしいサポートがあって、いいトレーニングができたというふうに思っております。はい、この後も引き続き、管理栄養士の岡田先生曰く、まだ第一段階ですよということでしたのでね、第一段階なんですけど、オムロンのこうして手で持って測る体脂肪率計は今日朝、ゴルフ練習の後に計測したら 5.05% ジャストが出ました。でこの数字が正しいかどうかということじゃなくて、僕の中で一つの指標があるんですね。 5% っていうのは正しいかどうか、僕にとってはどうでもいいことなんですよ。あのタニタのこの上に乗っかる体重計に乗っかるやつで測ると18%とか出ますからね。で肥満って出ますの で僕らはちょっと特殊な組成、体の組成だと思うので、一般の人たちと同じ数字では比較できないと思うんですが、このオムロン この手で持って測るやつで 5% 今日ジャストだったんですけど、 5% を切ると、E4 っていうアルファベットの E に4で E4 という表示が出るんです。これはあのエラー表示なんですね、測定不可能っていう。だからその E4 が出ると僕の体の中でちょっとしたその変化が起こるんですよ。そのいわゆるキレッキレの状態とか、血管がもう切れてうね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 と、足なんてもう今映ってないんですけど、あの道路地図みたいにぐわーっと抜け道までなんか出てくるみたいな、でも実はこの道路地図に近道はないっていうね、いつも話するんですけど、ここからいよいよ、ジュラシック木澤君が言ったところの未だかつて見たことのない世界への入り口に今ちょうど立ったところかなというふうに思いますのでね、また引き続き、このなんやかんやでお送りしたいと思います。